ネットで言われてる群馬帝国ってあるじゃん。未開の地ってやつでしょ。どこかの民族みたいに言われてるやつ。詳しく教えてよ。私もよく分かってないんだよね。じゃあ調べてみようよ。いや別にいいよ。ってことで群馬帝国の情報をまとめてみましたよ。いいって言ってるのに。あくまでも私調べね。はいはい。群馬帝国情報その1、帝国に近づくだけで不思議な力で命を落とす。不思議な力？なんだよそれ。情報その2、帝国の人たちの主食は焼きまんじゅう。これを群馬人以外が食すと命を落とす。おい、命を落としてばっかだな。情報その3、帝国の商いは道に商品を並べて売るスタイル。この露店スタイルを西武音と呼ぶ。呼ばないわ。コンビニをスタイル名にするなよ。でも実際桐生で見かけたよ。それ楽市ってやつだわ。情報その4、帝国の県庁は藁と木でできた建物で、埼玉県境から車で20時間かかる。どんだけ入り組んでんの？情報その5、成人式ではツタのロープでバンジージャンプをする風習がある。何の度胸試し？情報その6、待て待て待て、これいくつまであるの？あのね、情報ありすぎて多分1時間くらいかかるかも。みんな群馬好きすぎるだろう。でもこうやって話題になるのは羨ましいと思うけどね。みんなありがとう。